又吉ヨ樹は、沖縄県浦添市出身のプロ野球選手。宇ト右内、中日ドラゴンズ所属。弟は、香川オリーブガイナーズや琉球ブルーオーシャンズに所属した、又吉良文。女優の大村サ子愛ワイにあたる。小学生時代に、軟式野球を始めると、浦添市立浦添中学校でも、軟式野球部に所属していた。西原高校時代には、 主に二塁手としてプレー。送球のコントロールが良いことから、嘆き投手を任されたことを機に、投手へ転向した。転向当初はオーバースローであったが、毎日200球近く投げ込むうちに、現在のサイドスローに落ち着いた。ただし、在学中には春夏とも、甲子園球場での全国大会への出場はなく、チームは県大会2回戦で敗退。 セカンドの控えだったまた基地に出場機会はなかった。高校卒業後に艦隊平洋大学へ進学。中国六大学野球のリーグ戦では2年の春季に防御率1位となり、秋はチームのリーグ初、優勝、明治神宮大会初出場に貢献した。高校時代には160センチメートル台だった。身長が10センチメートル近く伸びたり。 体重が1 0ラム増えたりするほど体格が向上したことから入学時には時速1 1 0トル台だったストレートの最高球速も時速1 3 8キロメートルにまで上がった。しかしリーグ戦では打線の援護に恵まれないことが多く通算成績は13勝18敗にとどまった。大学の2年先輩にあたる亀沢強平。 大中弘人氏が独立リーグ、四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズへ入団していたことを背景に、又、ま、吉自身も大学4年生の秋に、イルのトライアウトを受験。二次試験を免除される特別合格者の一人に選ばれたため、2012年12月13日に香川への入団が発表された。背番号は21。2013年には、 最速時速1 4 8キロメートルのストレートとスライダーなどを武器にエースとして活躍。入団1年目ながらリーグトップの13勝で最多勝利のタイトルを獲得するとともに完封数でもリーグトップ、防御率でリーグ2位という好成績を残した。前期の優勝争いが過境にあった6月22日の対抗地、ファイティングドッグス戦では、 八回西まで走者を一人も出さず、一アンダム支給という内容で9回を完封。島袋勝和のサヨナラ本塁打で勝利投手になり、チームの前期優勝を引き寄せた。この試合を観戦していた中日ドラゴンズスカウトの正岡真嗣は、後に最も印象に残ったと実感している。後期も好調を維持すると、全日程終了後に、 リーグの年間 MVP へ選出。NPB の11球団が、香川球団に調査書を提出するほどにまで、注目されるようになった。香川オリーブガイナーズ時代2013年の NPB ドラフト会議では、中日から2巡目で指名。支配下登録選手としての契約を前提に、NPB の球団から指名された、イル加盟球団の選手としては、過去最高順位での指名であった。 結局、契約金6000万円、年俸840万円という条件で入団。契約金の10%は n p b 球団との契約に関するいるの規定に沿って香川球団に分配された。背番号は16。2014年にはオープン戦で好成績を残すと公式戦の開幕を一軍で迎えた。3月29日には、 広島東洋カープとの開幕戦で、王の雄大の後を受けて7回表から、救援投手として一軍デビュー。4月6日の対読売ジャイアンツ戦で、プロ初ホールドを記録した。4月17日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では、1点ビハインドで登板した9回表を、無失点に切り抜けると、平田良介のサヨナラン打によって、公式戦初勝利を挙げた。 イルからドラフト会議での指名を経て、NPB に入った投手による一軍公式戦での勝利は、福岡レッドアーブラーズから福岡ソフトバンクホークスへ入団した金ン A に次いで二人目で、日本人投手では初めての事例であった。くしくも、この日のパシフィックリーグ公式戦では、またよしと同じ新人投手の豊田拓也と、東名大輝も一軍初勝利を記録。 NPB の一軍公式戦において、同じ日に3名の新人投手が初勝利を挙げた、事例は59年ぶりであった。7月5日の対巨人戦で、延長10回裏に、長野久吉からのサヨナランダで一軍初黒星を、喫したものの、8月17日の対東京をヤクルトスワローズ戦で一軍初セーブ。9月には、4投板試合連続ホールドを二度にわたって記録した。 結局、一軍公式戦には、新人ながら、セントラルリーグ2位の67試合に登板。防御率2.21、9勝1敗にセーブ24、ホールドという好成績を残した。勝利が同点、または1から2点ビハインドからの救援による、ものであった一方で、リードの局面からの救援登板では、交代した、先発投手が有する勝利投手の権利を消すことが一度も、 なかった。また、同リーグの新人王争いでは、大瀬良大地の後陣を敗したものの、記者投票での得票数は1位の大瀬良に次いで、多かった。なお、シーズン終了後には、ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに、加盟するティグレスデルリ製の一員として、リーグ戦17試合に登板すると、0勝2敗4ホールド、 防御率1.69という成績を残した。さらに、帰国後の12月20日に臨んだ球団との契約交渉では、推定年俸4000万円で契約を公開。前年度から3160万円もの大幅増額を勝ち取った。2015年には、レギュラーシーズンの開幕前に模様された、グローバルベースボールマッチ2015侍ジャパン対、 欧州代表の日本代表として野球日本代表のトップチームに初めて招集。3月10日の第1戦に4番手として登板し、勝利投手になった。レギュラーシーズンでは3点リードで登板した開幕戦から2度にわたって、京セラドーム大阪での対阪神タイガース戦で、サヨナラ負けを喫したり、短期間ながら2軍での調整を経験したりするなどの試練も味わったが、 セットアッパーとして1軍公式戦63試合に登板し、6勝6敗30ホールド、防御率3.36をマーク。シーズンの終了後に開催された第1回、WBSC プレミア12でも、日本代表の第1次候補選手に選出されたが、最終ロースターの28名に残らなかった。2016年には、1軍のセットアッパーとして、開幕を迎えた。 5月中旬には7試合の当番で4敗を喫するなど調子を落としたため前年に続いてシーズン中2に2軍公格となったそれでも1軍公式戦にはオール球円で62試合に当番したことによって入団以来3年連続で60試合以上の1軍公式戦当番という球団記録を達成勝敗は前年と同じでホールド数を前年から減らしたものの 防御率は2.802まで向上した。シーズンの途中から一軍監督代行を務めていた森重和は伝統にも耐えられる又吉の体力に着目。シーズン終了後に一軍監督へ就任するとクローザーながらシーズン中に救援失敗が相次いでいた福谷孝二と共に又吉を先発に転向させることを明言した。2017年には春季キャンプから 先発要員としての調整に入ると2月25日に広島とのオープン戦で開幕投手に起用された。チーム事情などとの兼ね合いで一軍公式戦の開幕をロングリリーフ要員として迎えた後に4月13日のタイヤクルト戦で一軍公式戦への初先発を果たすと勝敗はつかなかったものの8回に失点と高騰。 4月27日に名古屋ドームでも要された同カードでは、プロ入り後初めて、中5日で、先発登板に臨むと、7回無失点という内容で、シーズン初勝利を挙げた。この勝利は、一軍公式戦、登板189試合目での先発初、勝利であった。さらに、セパ交流戦期間中の6月6日には、対一バロッテマリーンズ戦でプロ初完封を達成。 しかし、先発での経験を救援で生かすという、天候当初からの規定路線に沿って、同月下旬のリーグ戦再開後から、セットアッパーに復帰した。オールスターゲームに、セリーグの監督推薦選手として、初めて選ばれると、中日の本拠地、名古屋ドームでも様された7月14日の第一戦で、7回表に初登板を果たした。日本の独立リーグでのプレーと、 NPB ドラフト会議での指名を経て、NPB の球団に入った投手が、NPB のオールスターゲームに出場した事例は、またよしが初めてである。一軍公式戦全体では、50試合の登板で、8勝3敗21ホールドをマーク。レギュラーシーズンを5位で終えたチームにあって、26ホールドポイントや、自己最高の通算防御率2.13を記録するなど、先発。 救援の両方で安定した投球を続けた。シーズンの終了後には、第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出。基本として24歳以下の選手を招集していた代表チームにあって、26歳、入団4年目ながら、各チームに3人ずつ割り当てられたオーバーエイジ枠の一人として選ばれた。代表チームでは、監督の稲葉敦式の方針で、 セットアッパーに起用。山崎康明、石崎剛と並んで、勝利の方程式を担いながら、代表チームの優勝に貢献した。2018年はキャンプ中から、先発ローテーション入りを期待されるも、実戦で結果を残せず、開幕は、ブルペン要員としてスタート。守護神の田島真嗣へとつなぐ、セットアッパーの役目を担ったが、救援失敗を繰り返し、 4月上旬に2軍落ちした。その後も本来の調子を取り戻せず、シーズン終了まで1軍と2軍を行き来する状態が続いた。ルーキー以来続いていた4年連続50試合当番も、途切れ、ホールド数、勝利数などほとんどの数字で、キャリアワーストを記録した。オフシーズンは減額制限いっぱいとなる25%減の6,600万円でサインした。 2019年は7月に香川時代以来の香川県での試合となる丸亀市民球場での阪神タイガー,アース戦に態度したが当番はなかった。2020年は開幕1軍を果たしたが左腹借金損傷で6月下旬に2軍落ち9月に1軍復帰し当番数は26試合にとどまったが防御率は2.77と3年ぶりに2点台を達成した。 2021年は、キャンプ中何者かに、自身のツイッターアカウントが乗っ取られたものの、ツイッター社の手配により早急にアカウントを取り戻したという出来事があった。サイドスローから投げる、最速時速152キロメートルのストレートと、スライダーが、武器、シュートも混ぜる。リリーフとして起用された際に、イニング数を上回る、脱三振数が魅力。2014年シーズンの 中日への入団後から指導をしていた一軍、投資コーチのともりけつは、またよしが投げると勝てる雰囲気がある。テンポがいいし三振が取れる。野手も気持ちが入って、打てるんじゃないと評価。救援投資として、頭角を表した一年目の終盤には、相手から勝ち星を盗んで逃げていくという意味で、またよしに、回答、ルパンというニックネームをつけていた。 なお中日の主催試合では2015年シーズン途中まで及び2018年からルパン三世のテーマがまたよしの登場曲に使われていた。憧れの投手は同じサイドスローの右腕投手である立山翔平。おおらかで物応じしない明るい性格。試合中はよく野手にも声をかけ、時にマウンドでも笑顔を見せる。NPB 理事、契約金について感想を聞かれ。 天文学的数字で実感がないと答えた。中日から指名された2013年の NPB ドラフト会議では、またよしが待機する記者会見場に、香川球団が記者会見のスポンサー企業である角や、声優のゴマ油を配置。ドラフト指名に関する記者会見では、異例とも言える取り合わせが話題になった。またよしは、翌2014年に、 香川のいる開幕戦に向けて、自身の名前で花輪を送ることによって、自身が抜けた古巣の開幕戦を祝福している。チームメイトの京田洋太とは顔や体つきが似ている点があり、京田と共に選出された第一回アジアプロ、野球チャンピオンシップ、日本代表の合宿では代表監督の稲葉、厚式に京田と間違えて声をかけられてしまう一幕があった。ドラフト指名当時、 名前のよく似たピースの又吉直樹との対面を希望していた。中日入団後の2017年に又吉直樹が番組で自分のことを紹介した際にその写真が送られ、お礼としてグローブを送るとそのことも番組で紹介された。なお勝木は直樹が勝木を番組で紹介している時の映像をツイッターアカウントのアイコンとしている。ありがとうございます。